ゴールキーパーオビパウエロビンナ、黒崎柳井乾溝淵のフォーバック、中盤センターに西谷と佐藤がいて、右畑左八千田、豊田と有馬のツートップを予想しています。前節と同じメンバーです。ゴールキーパーが関、今日は3バック真鍋が入りました。渡辺ヘナン、中央に田中渡る、田中陸、右川井、左石川、トップに草野いて、池上と島屋のツーシャドウです。草野を走らせます。草野前節先制ゴールを挙げています。ここはオフサイド、ない、有馬が行く、シュートを狙ってきた。ここは今畑のシュートでした。右サイド河合が高いポジション、そして左の石川が少しバランスを取りながら、栃木が速い攻撃に移ります。八千田ラストパス、有馬キーパーナイスセーブですが、まだゲームは続いている。枠を捉えました。ゴール認められて栃木先制。そうですね、これ奪ってからこれうまく裏に出ましたよね。まあ、これ豊田選手うまくバックヘッドを決めましたよね。ただまあこの抜けたところ、まあ、小熊選手シュート打って、まあ、これキーパーとしてみれば出なければいけないですし、でそこであの痛くても本当は立たなきゃいけないわけですよね。ファールじゃないわけですからね。バックヘッドで加入後初ゴールの豊田洋平、早い時間帯栃木が先制しました。裏を取る島屋、ワタチで入れた、早いボール、逆サイド池上、もう一度河合が入ってきましたか。そうですね、河合が深いところまで入ってきました。川から草野、草野抜けた、草野、山口同点。飲水タイムが明けてすぐに同点ゴールが決まりました。山口です。前節に続いての2試合連続ゴールになりました。そうですね、これ石川選手からのそうですけど、これセンターバック2人があのロングボールに対して目測を誤って完全にボールをクリアできませんでしたよね。まあ、これただシュートは素晴らしいですよね、逆サイドをうまく狙って、はい、ビルドアップに加わって仕掛ける、栃木ボールになる、3対3、旗仕掛ける、旗狙った、つながってシュートだー、佐藤が入ってきました。高い位置で相手ボールを引っ掛けて、そこからショートカウンター。そうですね、相手のキックをうまく体にぶつけて、そのまま畑選手前に出て自分でシュートまでしたけど、山口つなぐ、抜けていった、シュートだ、枠の外、決定機でした。山口、佐野が抜けていきます。後半の立ち上がり、山口が決定機を作りました。中央を固めている山口、溝口を使います。八千田幅を取って、2対2の局面、八千田、八千田、山下、柔らかいボール、豊田だ、今日2点目豊田、後半栃木勝ち越します。八千田からの素晴らしい柔らかいボール、豊田が確実に決めてきました。ふわっとしたボール、豊田選手体ひねりながらコースきっちり、ボールの北サイドが空いてるのをきっちり見てますよね。これ最後まで、で最後振ってますよね。いやサイド柳そらす、柳がキープ、柳栃木3点目、大き
な3点目が入りました。柳今シーズン4ゴール目。ロングスローからこぼれたところ、もう一度柳。前に選手が残っている山口。そうね、ただ、まあ、あの山口の上これつなげますからね、はい、こぼれた、入ってきて決定機だ、シュートだ、返した、川野のゴールで山口1点差。そうですね、これはもう本当に川野選手のいいところですよね。本当にシュートが思いっきりいいんですし、コースもいいんですよね。まだ18歳ですからね、これからまだどん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 伸びていくと思いますよね。クロスが入ってきた、栃木ボールのゴールキックになります。ここでタイムアップの笛、ホームの栃木3対2、山口を下して連勝ということになりました。豊田の2ゴールがありました。そして柳の追加点、1点差まで追い上げられましたが守りきりました。